憎しみ合う者たちがいた。ムクロは野に朽ち、御霊は血に染み、絆は刃に分かたれた。闇についえし真心が泣く。愛する者を死に葬らえる。これでこちらの動きが甲賀方に知れてしもうたわい。こうなれば一刻も早く源之助を討ち果たさねば。任別町に名のあるものかもしれんな。甲賀万事谷のお方かな。構えることはない。お察しの通り我らは伊賀者だが、もはや甲賀と伊賀が敵でないことはご存知であろう。失礼、名乗り遅れましたな。わしは薬師寺天禅と申す者。おこいじゃ。実は今しがた源之助様のお申し付けで万事谷へ参ったのじゃが、何を勘違いしたか村の衆から偉い剣幕で追い立てを食ろうての。はっ、甲賀を甘く見るからじゃ。このままでは源之助様に合わす顔がない。どうじゃ、
せめてそなただけでも共に来てもらえぬか。源之助様はご無事か。ご無事かじゃと、何をバカな。仮に我らが害意を持ったとしても、あの源之助様をどうすることもなるものか。それはそうじゃ。万一思うならばなおのこと。伊賀へ様子を見に来てもよかろう。万事谷の衆に聞いてくる。負けせろ。実に惜しかったのネンキ、殺すでない、うん、その娘には聞きたいことがある。何を今さら。源之助を撃つ時のおとりにもなろう。人別町より名を消すのはその後じゃ。見つからぬ。巻物もおげんさまも壇上さんも証言より丸一日は遅れた。甲賀はすでに巻物を。そうなれば諏訪隠れの皆は。蛍火無事でいてくれ蛍火。伊賀へ撃ちる。それはならぬぞ行部。このまま捨ておくつもりか。忘れるでない。諏訪隠れには源之助様がおられるのだ。それに奴らを見逃した以上、諏訪隠れを襲ったとしてもせいぜい返り討ちに遭うのがオチじゃ。それを恐れて源之助様を見殺しにするというか、兵馬。あのお方がやすやすと伊賀者ごときに撃たれるはずがない。しかし行く。諏訪隠れには必ず安否を伺いに参るが、その前に確かめねばならぬことがある。甲賀と伊賀、和睦が迫ったこの時期に何故伊賀者が万事谷を襲ってきたか。その和睦を嫌う者どもの仕業やもしれぬ。我らの方にも不戦の約定さえなければ、伊賀を襲いたがっておる者はたんといる。それよ、その約定がまさに解けたのではあるまいか。何行部、お主兵の中で薬師寺天禅の不審な言葉を聞いたと申したな。おう、確かこうだ。不意打ちという手と言うて油断はするな。風町将軍一人でさえお主たちをあれほど手こずらせたのだ。
伊賀者は北から参った。東海道から。将元は何かしらの秘宝を携え万事谷へ戻ろうとしていた。そこを伊賀者に撃たれたとすれば、キャツラの真意は。よし、わしが東海道へ行ってみよう。俺も行こう。わしじゃ、ヤシャマル。薬師寺じゃ。その声は、まさしく天然様。どこじゃ、どこにおられる天然様。わけあって姿は見せられぬ。時にヤシャマル、何をあって駿府より戻ってまいった。一大事でござる天然様。一大事。一体何が起こったというのじゃ。それより天然様、姿を見せられぬとは、もしやあなたは殺されたのではありませぬか。殺された。その相手はもしや甲賀の風町将軍ではございませぬか。いかにも、相手は風町将軍。申し訳ございませぬ。この俺ともあろう者が甲賀壇上にたばかられ、人別帳を奪われたばかりに。人別帳。天然様、蛍火は、いえ、つば隠れの者たちは。安心せい、皆無事じゃ。それよりヤシャマル、人別帳とは何じゃ。お喜びくだされ天然様。この度駿府の大御所家康様の命により、服部様の御前にて伊賀と甲賀の不戦の約定解かれ申した。何？違う、しくじった。そこか。甲賀者か。十人衆の一人と見た。手土産があれば少しは俺の顔も立つ。我が国上の地獄に落ちろ。
すまんな、行部。助かった。殺さず司祭を吐かせようかとも思うたが、やむを得なんだわ。こやつ、大変なことを口走りおったな。まさに兵馬の読み通りか。しかし、人別町とは何のことだ。どうなさいました、おぼろさん。いえ、秋姫、それは。ええ、今しがた天禅様たちがお戻りに。まあ、落ち着いて。物見を頼んだ者が戻りましてございます。ウドノ様はご無事だと。そうか、よかった。天禅たちも屋敷へと戻ったようですし、本当は少し不安だったのです。和睦を快く思わぬ者は確かにおりますゆえ。源之助様。いや、どうやら気の回しすぎだったようじゃ。ありがとう、おぼろ殿。黄河の娘、とりあえずひんむいて塩蔵につないでおいたぞ。ご苦労。あまよ、源之助は。何やら嗅ぎ回ろうとしておったようじゃが、心配はいらぬ。おぼろ様が使いに選びそうなものにはあらかじめ言い含めておる。感づいたか。案ずることはなかろう。あのおぼろ様に無心の瞳を向けられて、それを疑う男などこの世におるはずもない。恋に溺れたおぼろ様の瞳がかえって相手を死に追い込むか。皮肉なものよの。天禅、これまでのこと、そろそろおぼろ様に申し上げる頃合いではないのか。まだ戻らぬならば、夜叉は亡き者と数えるが妥当じゃろうて。連母の情がその腕を鈍らせねばよいが。知らぬというのは罪なことよの。源之助を討てば、おぼろ様も雨に濡れるのか。うん、黄河へ告げに戻らぬのか。間が惜しい。このまま行こう。そうじゃな。どの道郊外と人多しといえども、つば隠れの谷から源之助様をお救いできるのはお主と俺を置いて他にはおらぬ。
しかしまあ、いつ見ても見事なものよ。娘、囚われの身に迫る蹂躙と汚辱、戦慄の秘術が今ついに明かされる。野生火に満ち満ちた法令なる乙女の小悪、凄惨なる蔵の檻に無屈けき者が転がり這う。そして忍び寄る春の夢、破られし時。次回、バジリスク甲賀忍法帳、人肌地獄。